なんじゃこりゃ、もうこんなの、こんなのあかんぜよってなって、はいね、で、なんか弟子とかしてもらっていいですか。お前すごいな龍馬ってのはもう鉄塔鉄尾、ここから海外っていうものの衝撃と日本の変革っていうものをすり合わせていくっていう、そういうことに一生使う人なんですよ。どうも中田敦彦です。さあ今日ついにやってまいりました、あの人を特集させていただきます。中田敦彦のエクストリーム偉人伝、坂本龍馬編。スーパーヒーロー、ありがとうございます。さあこのね、龍馬ですよ。龍馬といえばですね、日本史でやっぱり人気ランキング取ったら、まあ1位をね何度も取ってるような、まあスーパー人気の大スターじゃないですか。だから逆にプレッシャーすごいんですよ。やっぱなんだろうね、ジョジョのね第4部とかもね、第3部かすごいプレッシャーだったし、キングダムの始皇帝もプレッシャーだったし、やっぱプレッシャーはすぐあるんですよ。でその上で、じゃあエクストリーム偉人伝って何なのか、ここに立ち返りたいんですけど、龍馬名前知ってるよと、確かに龍馬伝やってたよね、福山さんなんかやってたよねとかね、もうすごい龍馬といえばね、もう夜明けぜよみたいなね、なのイメージはわかるよと。ただごめんなさい、私ほとんどあんまちゃんと知らないんですって人も多いと思うんですよ。今さら聞けない坂本龍馬っていうところもありますよね。もちろんあの司馬遼太郎先生の龍馬が行くとか、もう読んだらねすぐガッとわかるんでしょうけど、いやごめんなさい読んでないですっていう人の方が多いと思うんです、逆に。だからこそね、そういう人のためにもこの動画さえね、数十分見ていただければね、バッとわかるというような授業にしていきたいと思いますので、省くところ省きます、非常に省きます。あなるほどねというね、何がすごかったのかというところにフォーカスして、中田なりの分析を交えてですね、わかりやすく噛み砕いて、それでまあ盛り付けていきたいなと思いますので、ぜひ皆さんお楽しみください。その上で龍馬のこと大好きだぜっていう方はですね、これを見ていただいた上で、こんな面白いエピソードもあるんだぜなんていうことをコメント欄に書いていただくと、より学びになるんじゃないかなと思っておりますので、よろしくお願いします。さあいきなりもうね、幼少の頃からだいたい大河ドラマとか、小説とかやるんですけど、もう19歳からやっちゃいます。省くよね、それまでのなんかほらさ、あのなんかね、こう剣術がどうとかさ、子供の頃はね、小便を垂れるような、こうわんぱくな子供だったとか、いろんなのがあるんだけど、そんなのはさ、いいんですよ、いいって言っちゃあれなんだけど、そのざっといきます。でもね、僕はまず知っておいていただきたいのは、龍馬っていうものは非常にね人生短いんですよ。これね、年号じゃないです、年齢です。なんと33歳で天に召してるんですよ。若いでしょ、若いんです、むちゃくちゃ若くして死んでる。その上でよ、やれ長同盟だとか海援隊だとか亀山社中だとか、そこら辺の言葉っていうのはラスト3年のこと、ラスト3年のことなの。ざっとね、死ぬ3年前のバッっていう鮮烈なね、その日本の夜明けの手前の手前のところ、ざっと輝いて死んだっていう人なんですよ。非常に短い。だから本当偉人伝の中でも、なんていうかな、まあものすごく人気なのは、まあ長いことさ生きて、まあいろんな紆余曲折あってさ、まあすごいピーク迎えたけど、その後晩年は結構ただれていったとか、まあ、腐敗していったっていう人もいる中で、バーンって輝いてバーンっていなくなった、ね、だからまあアーティストで言うと尾崎豊さんとか、そういうようなね、そういうようなもうピークとともに消えるっていう状態だから、やっぱりね鮮烈なんだなと、非常にストーリーになりやすいんだなというところを思いました。で、もともとは、まあ、土佐のね、下級武士、下士というところね、の所属の息子なんですよね。だから、まあ、なんだろう、上流の武士というところまではいかないけれども、比較的商売とかもやってる血筋だから、裕福ではあったということなんですね。その上で、江戸に、まあ、剣術を学びに行くんですよ。自分のね、意志で、剣術学びに行きたい。北辰一刀流だとかなんとかあるじゃないですか。それを学びに行った中、まあ、大事件はやっぱここなんですよね。ペリー来航、ここなんですよ。やっぱ黒船来航というのを時に品川の警備に当たってるんですよ。品川に土佐藩の、まあ、屋敷とかがあって、それでまあ剣術学びに来てんだろう土佐の藩士がということで、まあ、警備に行くと、まあ、そこでですね衝撃を食らうと、なんじゃこりゃーという黒船来航の衝撃ってのは、まあ
だからこの時代じゃないから分かんないですけども、やっぱり生でなんであれはという脅威を見るという衝撃ね、やっぱりこうなんですかね、これそれまで見たこともないようなテクノロジーと、まあ、あと恐怖に出会うということで、そこからですね、土佐に戻ってこの川田昌龍さん学ぶと、これ誰なの、この方非常に面白いんですよ。僕はね、ここに注目したかったんだけど、この川田さんって人は土佐で一番の知識人って言われてる人なの。非常に知識のある人に、地元の人に学びに行くわけですよ。なんでかっていうと、ペリー来航を見て、ふわぁ、なんじゃこりゃ、もうこんなのあかんぜよってなって、地元帰って一番の知識人に、いや見たんすけどやばかったっすよ、いやあれなんなんすか先生っつって、川田さんのとこ行くわけね。この川田さんって人は面白い人だね。土佐で、一番の知識人なんだけど、何をした人かっていうと、実はね、ジョン万次郎っていう人いるじゃない。それもあれなんだっけっていう人もご安心ください、説明するから。ジョン万次郎について、あの取り調べというか、まあ事情聴取というか、どうだったのっていうお話を、まあ頭いいからお前聞けよって言われて、まあ聞いて、おもろって面白いなジョン君ってなって、まあ、ジョン君って呼んでないと思うけど万次郎さん面白いですねってなって、これは本にしなきゃということで、一言一句全部書いて、それを本にして出したところ、ジョン万次郎ってこういう人だったんだということが、まあ、全国に知れ渡って、すげえやついるなっていうことで、その江戸にジョン万次郎が呼ばれて召し抱えられるっていうきっかけになった人。面白いですよね、面白い人ですね。これジョン万次郎について聞いた人に龍馬が聞きに行く、ここに意味があるんですよ。なんで、海外のことを知ってる人でしょ。そうなんですよ、龍馬ってのはもう鉄頭鉄尾、ここから海外っていうものの衝撃と日本の変革っていうものをすり合わせていくっていう、そういうことに一生を使う人なんですよ。で、この海外の衝撃を知ってる川田先生って聞きのわけですよね、黒船やばいっすよってね、そしたらやべえだろっつって川田先生がやべえだろ、いややばいの、マジでやばいのよっつって、今ね、だから尊王攘夷とかいろいろあるけれども、要するにさ、まだ異国船打ち払い令とか、まあ、ブレてる時あったじゃないですか。浸水給与令なの、異国船打ち払い令なの、つまり外国から来た船になんかね、まあなんとなくね、軽くこうなんかね、こうなんか補給してあげて返すのか、それとも大砲ぶっ放すのかみたいな、揺れてるんですよ。どう扱えばいいのっていう中で、この川田昌龍に会って、いや無理だよと、海外の船やばいから、尊王攘夷とかじゃねえから、むしろお金とか商売でお金作って外国のものを買ったりした方がいいよっていうことを学ばせてもらう。なんで川田昌龍知ってたか、ジョン万次郎に話を聞いたから。ジョン万次郎ってのはどういう人なのか、なんとなく漂流して海外に行ったっていうだけは分かってるでしょ。違うのよ、そんなハプニングボーイじゃないの。なんとなくジョンお前みたいな、お前なんか俺言ってさ、溺れてなんかあれしたらしいの、アメリカ行ったらしいの、なんか帰ってきたとか、そういうことじゃない。ジョン万次郎っていうのはなんとね、14歳で、これもなんで川田さんが取り調べたからっていうと、土佐の人なのよ。土佐の人で、土佐の漁師で、で、その14歳で、そのお手伝いで船乗ってたわけですよ。そしたら、その船が、もう、まあ、ナンパしちゃうわけですよね。うわーなって、伊豆諸島の方まで来るわけ。伊豆諸島の方の無人島に流れ着いて、もうなんか海藻とか食って、なんとか生き延びてたんて、そこを捕鯨船で来てたアメリカの船が通りかかるわけですよ。で、What? みたいになって、Help! みたいな、英語力なさすぎるんですよ。ごめんなさい、どうしたらいいんでしょう、この英語力。Help! みたいな、Help! みたいなね。で、助けるよ、なんつって乗って。でも、その時さ、まあ、おいそれと入れる港がないわけですよ。その、まあ、鎖国とは言わないけれども、最近言わないらしいんですけども、その拠点となる港は何個かしか、開いてないという管理貿易体制でしたよね。だから、おいそれと戻れないから、もうしょうがねえ、お前らをその何、その江戸とかに戻せないから、行くしかねえって言って戻ったんですよ、そのまま乗って。で、ハワイに着いて、ハワイで一回降りるかっつって、そこの不時着、その漂流してたジョン万次郎の仲間たちは大体降りるんですよ。いやもう降りるわみたいな、ハワイかみたいな、ワイハ着きましたねワイハですねなんてね、で降りるんだけども、ジョン万次郎降りないんですよ。いや俺乗ります、俺まだ捕鯨の手伝いやりますっつって、捕鯨員としてまだやるわけですよ。うわーって、そっからアメリカの本土について
なんとか日本帰りてえなーって思って、金貯めなきゃって言って、何したかというと、その時ゴールドラッシュだった、もう金山とかがさ出てくるあの時代、ゴールドラッシュってね、まあハンバーグ屋さんもありますけどそれ何って言ったら、いやそれアメリカでさ金が取れるぞってなった時代なんですよ。その時代だから金取り行こうっつって金の採掘行くんですよ、ジョン万次郎。すごくない？ハプニングボーイじゃないですよ、すごい冒険者なんですよ。俺はハワイにおりませんわからの、俺自力で金稼ぎますわからの、ゴールドラッシュやーっていう、ゴールドラッシュ経験してきてるわね。それでうわーやって金発掘しますわ、お前どこのやつや、日本から来たんすわみたいな、なんでみたいな、いやなんか魚取ってハワイに降りなかったらこうなりましたーっつって、でそれで金取って金貯めて、それであの帰りの渡航費と、あと小さいボートを買って、でハワイに一回仲間へ迎えに行くのよ。おいワイハのみんなみたいな、俺さ金貯めたから一応戻りたいです、戻るぜっつって、うわー戻って、行けるんかって言って、どうやって戻ったかというと、あの沖縄なんですよ、琉球でしょ、まだ日本とはなってなくて、だからその管理的に多分甘かったのかな、薩摩の管理下にはあったんだけどまだ日本ではないみたいなところから、そこから上陸してなんとか発見されて、お前なんだお前みたいな、いやあの日本人ですわみたいな、お前の外から来ただろうみたいな、いや万次郎って向こうではジョンって呼ばれてました、なんじゃそりゃとか言いながら、その時の島津のね、あのそうそう薩摩の藩主と直接、多分成明だったと思うんだけど、お前さみたいな、マジでみたいな、マジでそんな旅してたのみたいな、いやマジっすよみたいな、いやそんでねみたいな、向こうではねこうなんすわみたいな。その時ジョン万次郎はもう海外のその知識ものすごいあるから、なんであるかって11年海外にいたからね、14から25までよ、本当ね、あの半年留学してましたとかじゃないのよ、11年14歳から住んでたらもう向こうの人じゃん、帰国子女だとしてもさ、なんかほぼ話合わなさそうなさ、なんかリアクションとかも全然違うのねみたいな、育ちから違うねぐらいの感じのテイストで戻ってきたから、その薩摩藩主の島津さんとかもむちゃくちゃ面白かって、君おもろいねなって、薩摩でまあいろいろ話聞いて、でだからさ、そのね、国のトップを選挙で決めるんすよとかも衝撃だったらしい、マジでね、いや決まってるもんじゃねえのみたいな、強いやつがなんじゃねえのみたいな、いやいや違うんすよ、みんなの紙入れるんすよ、開けるんすよ、読むんすよ、多いやつがなるんすよ、マジでそんなやり方あり、やばくないとか言って、あと男女結構平等なんですよみたいなのもすごい衝撃だったらしい、女性も男性も基本平等なんですよ、マジでみたいな、日本と全然違うねみたいな、それがあのアメリカなんですよねみたいな、へーとか言いながら、その後長崎に連れてかれて、で長崎であのキリスト教とかどうかっていう踏み絵の時代よ、で踏み絵踏まされて、いや大丈夫っす踏めますみたいな、いやそこは踏めるんすよねみたいな、そこ踏めるんだみたいななって、その後地元土佐なんすよってなって、じゃあ土佐でお前いろいろ話聞いてもらえって言って土佐で話聞いたと。だからこの川田昌龍さん曰く、いや龍馬よと、あのな、あのアメリカとかイギリスとやばいらしいから、もうジョンさんから聞いてっからとね、だから金ためな、金ためて向こうのものを買いな、学びな、そういうきっかけを得たということなんです。ですがまだ揺れてんだよね、その地元ではね、あの土佐勤王党という武市半平太というね、まあ、人も出てくるんですけども、やっぱりこう勤王ってあるだけあってね、尊王攘夷なんですよ基本的には、と揺れてるんですよね。その吉田東洋っていう人がね、この山内陽道っていうのが藩主なんだけど、土佐の藩主で、その人が取り立ててる吉田東洋っていう人は、まあ知識人だよね、同じ知識人は、まあ、後部合体だから江幕府と朝廷をうまくくっつけるっていうやり方で、こっちはまあなんだろうな、海外を潰して、まあ、朝廷一本で行こうっていうやり方、まあ、ここで揺れるんだけど、ここにも一応参加するわけなんですよ、参加しますね、この中ではだからまあ揺れてるんだろうね、海外潰す潰さないとかっていう周りの動きと自分と、まあ、つながりと揺れてるわけで、そんな中江戸行くんですね、勝海舟なんですよ。勝海舟はこの時は政府でその軍関係なんですよね、確か海軍関係だったと思うんですけど、この人のところに、あのただね、このね、あの龍馬のすごいところは、あのこういった龍馬のストーリーがいつまずあの広まったかっていうと、僕らで知ってるのは司馬遼太郎先生の龍馬が行くでしょ、でもそれよりだいぶ前の明治維新の後の明治16年あたりに、その龍馬のストーリーを描いた完結千里の駒っていう新聞に連載されてた小説でヒーロー化してた、一度ボーンってそこでブレイクしてる。
その後後々の時代で司馬遼太郎先生でまたブレイクするわけ。だからこの辺りで結構な創作が行われたっていうところもあるらしいの。それは龍馬じゃないんだけどなとか、そこは龍馬こうだったんだけどなっていろいろあるらしいんだけど、まあ面白い方喋りますね。わかります。諸説ありということなんですが、この勝海舟をとりあえずぶっ飛ばそうって言って行ったらしいんですよ。勝海舟は分かってないっつって、あいつは分かってない、お上の方でなんか偉そうにふんぞり返ってるだけだからぶっ潰しちゃいまーすって龍馬が言ったらしいので、おい勝とか言っておいみたいな、ね、それ分かんないけど乗り込んで、うわぶっ飛ばそうとしたところ、まあ待てと、君はなんだと、ね、龍馬っすみたいな、いや海外とかやべえのにお前らがぐーたらしてるからやばいなと思ってぶっ飛ばしに来ましたみたいな。お前やばいなみたいな、どこから来たんだ、土佐っす、お前やばいな、遠くからよく来たなとか言って、それで、いや分かってんだよとか言って、勝海舟が、いや違うんだよ、もう日本はこうなるべきなんだよね、要するにだから海軍を強くして日本っていうのはさ、もう先進国にならなきゃダメなんだよ、それは俺も分かってんのよ、で俺はこう考えててさっていうことを勝海舟がね、わーっと喋ったら、めっちゃ頭いいじゃないですかって、アホだと思ってたのにめっちゃ頭いいじゃないですかって、いやなんか弟子とかしてもらっていいですか、お前すごいな、お前殺しに来たら弟子か、お前いいよってなって弟子になるっていうお話があるんですよ。で諸説はそっちの話が超有名だから、殺しに行ったら弟子にしたっていうね、殺しに行ったけど弟子になったって話が有名なんだけど、でも最近の学説では、いやもともと尊敬しててアポ取りに行ったっていう学説もあるんだよ。だけど殺しに行ったけどの方がおもろいよね。うん、お前ふざけんなガーツ、えマジっすか、弟子にしてもらっていいっすかって、ね、すごい顔見り見ながらね、でそれぐらい衝撃 の出会いだったということらしいんですよね。海援隊のイズムっていうのはもうずっと続いてるわけよ。海援隊のマークっていうのは日本船で、これ赤いんですよ、赤い日本船、これなんかの企業のマークに似てない、わかる人いない。